版多色刷りで、はがきサイズの作品を作ってみましょう。まず、鉛筆で図案を描きます。図案ができたら、下にいらない紙を敷いて、油性ペンでなぞります。裏にしっかり写っていることを確かめたら、図案の表側から写す板とは違う色のクレヨンで塗りつぶしていきます。これを裏返して、版にセロテープでしっかりと留めます。写り具合を途中で確かめられるようにめくれるように貼ります。ボールペンなどでなぞると、クレヨンがカーボン紙の代わりになって図案がくっきりと写ります。図案を写し終わったら、セロテープを剥がし、机に引っ掛けて固定できる長素板に載せます。刃が V 字になっている三角刀を使って、周りの線を彫っていきましょう。ゴム板の端を長素板に当てて動かないように固定したら、彫刻刀は中指を伸ばして持ち、できるだけ刃とゴム板が平行になるようにします。彫る向きを変えるときはゴム板の方を回します。ヒゲは先から彫っていき、根元の部分は切り出しの先の部分を当てて軽く引っ張ると取れます。刃の前に決して手を持っていかないように気をつけて、気を抜かず落ち着いて彫っていきましょう。目の周りのような小さな丸は、彫刻刀は動かさないでゴム板の方をくるくると回します。点のような小さい丸は、小さい丸刀を当てて、底を中心にしてくるくると回して彫ります。花の頭や縞模様も小さい丸刀で彫っていきましょう。太い線を彫るには丸刀を使います。あれ？年号を間違えてます。直接書くときは左右反対の文字を書きましょう。彫ってしまってからでは直せません。図案の時によく確かめておくといいですね。彫りくずはいらない紙に包んで捨てると散らばりません。ここで一手間。住まいの洗剤などをかけてさっと拭いておくとインクののりが良くなります。細かい彫りくずも取れて練り板にくっつくこともありません。ボール紙の上に版を置き、その2辺に2、3センチの幅に切った段ボールを貼り付けて固定できるようにします。黒いすり紙を乗せて上のボール紙に、もう1枚のすり紙は横のボール紙に貼ります。人数分のボール紙や段ボールを用意できないときには、いらない普通の紙で作ることもできます。どちらを使っても同じようにすることができます。練り板は吸水性のないしっかりしたものなら何でもいいです。これをずれないように机の上に貼ったら、いらない紙を折って上の方にインクを出すところを作ります。今回は黒い紙にするので白いインクを使います。アーテックの純は扱いやすく、すり上がりも綺麗なので愛用しています。インク置き場に細長くインクを出します。ローラーにインクを少しだけつけて伸ばしていきますが、ローラーを練り板に押し付けたまま転がしてもインクはあまり広がりません。向こうに行くときにはローラーを押し付け、帰ってくるときには浮かせます。ローラーを押し付け、浮かせる。これを繰り返します。素早くまんべんなく伸ばすために、行きは新幹線、帰りは飛行機。行きは新幹線、帰りは飛行機、新幹線飛行機、新幹線飛行機と言って伸ばしています。表面に細かいさざ波が立つぐらいがいいです。版をいらない紙の上に置いて、インクを均等につけていきます。版の上ではロードローラー、端までゆっくり均等にが合言葉です。黒い包書紙を開いたら、枠にぴったりとインクのついた版を合わせます。黒い包書紙をかぶせて、いらない紙を乗せ、力を入れながらバレンをくるくる回してすり取ります。もう一度インクをつけて枠にぴったり当て、
もう一倍の黒い放射紙の方にもすりましょう。片付けはとっても簡単です。インクのついた紙はインクが内側になるように丸めて捨てます。あとはさっと水洗いするだけできれいになります。白インクで擦った紙は広げて完全に乾かしておきます。水彩絵の具を使って色をつけていきます。線彫りした内側に絵の具を塗ったら、ずれないように枠の線にぴったり当てて用紙をかぶせてこすります。絵の具が水っぽいとうまく映りません。濃い絵の具を塗って乾かないうちに擦る。これを繰り返します。白で擦った上に色をのせるので、どんな色もきれいに発色します。線で囲まれている中を同じ色で塗るだけでなく、色を変えたり模様をつけたりすることもできます。もう一枚の方にも色をつけます。パレットの代わりに牛乳パックを切り開いたものや食品トレーなどを使うと、後でパレットを洗う手間がいりません。またティッシュを1枚用意しておくと、水分量を調節したり、はみ出たところを拭き取ったりするのに便利です。色を変えて重ねたいときは、一旦水をつけて絵の具を拭き取り、その上から違う色を塗ってすり取ります。枠に接する部分に色を塗るときには、ゴム板をずらし、色をつけてからまた枠にぴったり合わせてすり取っていきます。出来上がったら枠からそっと剥がし、セロテープを取ります。破れそうな場合はハサミやカッターで切ってください。仕上げに朱肉でゴム印を押してもいいです。これで出来上がりです。同じ版でも刷り方でいろいろな作品ができます。作品に合う色の台紙に貼って飾りましょう。ここではハガキサイズを紹介しましたが、サイズが変わってもやり方は同じなので、ご参考になさってみてください。